エジプトのお皿の方が好きだわ。だって、はあ、あ、そうそう、これからお買い物に行くの。私、シャネルのバッグが欲しいわ。ルナタンの靴も1時間後に車で迎えに来るの。待ちきれないわ。何があったの？やだ、この辺めちゃくちゃじゃない。痛い、頭打っちゃった。私のピクニックセットが壊れちゃった。もうめちゃくちゃ。どうなってるの？え、はじめまして。はじめまして。私はピンクボックス、バービースタイルニッキー。どなたですか？私はピンクラベルエルですよ。私はゴールドラベルチェリーパイピクニック。あなたは？え、あなた私に似てるの？あ、はい。まさか私を知らないなんて。え、いや、そのディプロのゴールドラベルランズトゥークークさんですよね。私、その髪と衣装が素敵だなってずっと思って。アマリアさん、ゴールドラベルですって一緒にしないで。だってあなた何にも分かってないのね。いいわ、ほらよく見なさい。私の髪は黒髪、わかる？ゴールドラベルは金髪でしょ私は黒髪、プラチナラベルよ。数少ない貴重なドールなのよ。あんたとは違う。なんですって？私だってゴールドよ。私にしてみれば何とも思わないわ。何よ、プラチナだからっていい気になって。うるさいわね。ちょっともう喧嘩はやめようよ。ピンクは引っ込んでなさい。こいつ超高飛車。まあまあ正確に、問題ありみたいだね。ねえ、どうしてそうなったの？なんかあったの？みんな同じドールなのに。ふん、あんまり関わり合いにならなさそうね。こっちのセリフよ。ああ、それよりここ片付けないと。そうだね。ああ、これ誰の？とりあえずここに全部集めましょう。ほら、あなたも手伝って。え、なんで私が？手が汚れちゃうじゃない。あなたの持ち物は大丈夫？ない、あれもこれもなくなってる。あなたそこ探してよ。私の服見なかった？ほら足元踏んでない？ああ、ダメだなこりゃ。こうやって畳むのよ。
んな暮らししてきたの？私の部屋、ワードローブなのよ。全部ハンガーだし、畳むなんてしたことないわ。羨ましい限りだこと。これ、誰のなんだろう。うわー、これすっごくかわいい。え、そんなもの？何がいいの？キラキラしてて綺麗じゃん。ブランドじゃないところも部屋っぽくていい。え、ブランドじゃないのがいい？ほら、確かに綺麗かもしれないけど。あ、ポッキー見っけ。食べる？食べる。いただきます。おいしい。あ、ありがとう。なんか合宿始めたみたい。楽しくなってきた。喧嘩だらけの合宿になるね。楽しそう。何この雰囲気、見たこともない。私が今まで見てきたものは一体何だったんだろう。Yes.